はい、よろしくお願いします。今回は中学1年生の英語、曜日を覚えようという授業をやっていきます。で、今回ポイントの中に9問単語チェックが入ってます。だから全部で13問でね、ちょっと数が多くなってるんですが、ぜひここでね、一回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば、今からね、自分の方が答えを入れていきますんで、確認してもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、まずポイントの単語チェックからやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。では、早速ね、行きましょう。で、今回は下のね、例えば今日は何曜日ですかっていう質問の仕方とか、その答え方ね、水曜日ですみたいな答え方も大事なんですけど、まずは曜日を全部書けるようにするっていう、これがすごい大事。この先も曜日はいっぱい出てくるから、その時一回一回ね、なんだっけってやっちゃうとね、こう勉強やる気なくなっちゃうんで、ぜひここでね、完璧にしてもらえたら嬉しいです。で、まず日曜日から行きたいとこなんですが、9番からちょっと書かせてください。これ、日ですね、日。あと、1日っていう意味も持ってるんですけど、これは、day で、day と言います。day。happy birthday とかの day です。これは日って意味を持ってて、なんで最初に書いたかっていうと、今から日曜、月曜って書いていくんですけど、全部これ使います。最後は day なんです。なんとか day なんです、全部。例えば日曜日は、sun。これに、day です。これで sunday と言います。sunday。で、曜日は、一番最初は大文字になりますので、これ文の中で使っても必ず大文字です、最初は。で、次、月曜日。mon。これに day です。これで monday と言います。monday。で、ここはね、まだいいんですけど、次、火曜日ですね。火曜日は、tues。これに day をくっつけます。よいしょ。これで tuesday と言います。tuesdays。で、水曜日です。ここは、w, e, d, n, e, s 長いんだよね。で、これに day がくっつく。これで Wednesday と言います。Wednesday。多分これが一番長い。水曜が。で、木曜日です。木曜日は t, h, u, r, s です。で、これに day がくっつきます。Thursday と言います。Thursday。で、金曜日。ここはね、また簡単になる。f, r, i に day で Friday と言います。Friday。で、ラスト、土曜日ですね。土曜日は s, a, t, u, r これに day。Saturday と言います。Saturday。いいかな。まずこれが曜日。もう一回読み方確認しましょう。Sunday、Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday、Saturday という言い方。いいかな。で、もう一個おまけで、これ、今日っていう単語があるんですけど、これもよく出てくるんで覚えちゃってください。今日は、to に、day で、today と言います。today。ちなみに、today とか day は最初大文字にならないので、そこ気をつけてください。ほにゃらら曜日っていうやつは全部最初大文字になるんですが、こんな感じです。で、まあ、覚え方というか、自分はですね、この、曜日の英語の歌があるんですよ。で、まあ、Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, Sunday comes again っていう歌があって、で、それをもうすごいこうね、教わってたから、それで覚えたんですけど、順番をね。まあ、覚え方は学校でいろいろやると思うので、それに合わせてもらえたらと思うんですが、ひとまず、発音と書き方ですね。で、よくやりがちなのは、例えば、Sunday ってあるじゃないですか。Sunday って英語で書くと、あとローマ字打つと、san になるんですよ。sun って。だからよくサンデーってこう書き間違えたりします。ここをね、この U の上を気をつけてください。マンデーも同じです。マンって書こうと思ったら、MAN なんだよね。マンって。でも、MON なんです。まあ、そんなね、ところも出てくるので、まあ、ぜひね、結構多分火曜、水曜、木曜あたりはね、間違いやすいとこなんですが、間違いやすいとこだからこそ、他のこと、差がつけれるとこにもなりますんで、めんどくさいんですけど、こう、覚えたなと、ね、みんなで思ったら、動画、最初に戻してもらって、全部白紙に戻して、テストしてみる。
で、動画最後に戻して丸付けしてみるみたいな感じで、自分の力でできるようになるまでぜひね、動画使ってもらえたら嬉しいです。いいかな。で、じゃあそれを使って、まあ英語で質問しようと。今日何曜日ですかって。で、これはもうね、決まり文句で覚えちゃってください。今日は何曜日ですかって。で、これは最近やったこの子ですね。 What を使います。 What で、What にさっきやった Day がくっつく。まあくっつくというか単語2個並べる感じね。 What Day と言います。で、What を疑問詞っていうのやりましたよね。で、疑問詞が出て、まあ What を使ったらさ、その後ろは疑問文がくっつくよって。 Is it? みたいな。 What? あ、What? Is this? か。あの時やったのは What is this? ってやりましたよね。is this の部分が be 動詞が前に出てきてますよって。だから疑問文の順番になってますよってのやったんですけど、ここも同じです。what day はね、今、まあ、なんだろう、セットというか、付き合ってるというか、こいつらくっついてるんですよ。ね。で、これがもうセットで疑問詞だと思ってください。で、後ろに疑問文の順番で、is it ってきます。is it。be 動詞が前に出てくる。で、最後、今日はっていうのがくっついてるんで、さっきやった今日ですね。を一番後ろに入れて What day is it today? となります。で、 What を使って質問してるんで、最後は下に下がって疑問文を作る。まあ発音するときはね。で、ものによってはここの it が省略してもいいよって書いてる参考書を一個だけ見つけたので、まあもしかしたらみんなが学校でそっちで習うかもしれないです。 What day is today? と。でも自分はね、 it 普通に使って覚えてたのでそっちでいいかなと思うんですが、まあ、もしね、そういうのが出てくれば、そっちで対応してみてください。まあ、基本的には、What day is it today? と言えば、今日は何曜日ですか?という質問になります。で、次に答え方です。じゃあ何曜日って聞かれたんで、水曜日って答えましょうと。で、答え方。もうこれはね、まあ、is it を使ってるんで、it is を使いますよって。で、it is って書いてもいいんですけど、まあ、曜日の時はだいたい it でやります。まあ、短縮系のね。It's ほにゃらら。で、今水曜日なんで、ここ Wednesday。 文の途中でも最初は大文字です。曜日だからね。まあこれはあんま参考にならないですけど、まあ、ピリオドね。 Wednesday とかだったら自分ローマ字でこう書いた通りに結構発音を覚えちゃうんですよ、書き方か。例えば WE って W なんだよね。 Wednesday って打つ感じなんですよ、自分がパソコンで打つとすると。だから、Wednesday 最初覚えるまでは、よく Wednesday ってよく覚えてました、自分は。そう、これも、tu がつなんだよね。e が、えで、s がすなんで、自分の中の発音はね。だから、tsday とかね、覚えるまではですけど、やってました。で、あとこれ、一個。さっきの間違いやすいのあった時に、ここね、Saturday の、ここの r すっごい抜くミスが出てきます。自分の生徒がそうだったんですけど、なんでまあそういうミスが多いんだなと思って、まあなんだ頭の片隅にね置いといてください。このね R をね忘れやすい、結構サタデーはね。で、まあ今回これだけが本当メインなんですけど、一応確認したくって、まあ何曜日ですかって、水曜日です、本当にって聞かれてる感じで、これはここの勉強ではないんですけど、よく出てくるんで覚えちゃってください。単語1個です。これ、really? と言います。really? って聞くと、え、本当に?っていう感じ。だから、水曜日って言われたから、本当に?って言ったら、あ、ごめん、火曜日だったっていうね。ちょっとね、一日早く進んで、なっちゃったんでしょうけど。で、今回答え書いちゃってるんですが、このごめんなさい。これ、I'm sorry と言います。これ、I'm sorry。これも覚えておきましょう。今回ちょっと問題にはしなかったんですが、I'm sorry って言うと、ごめんなさいという意味になります。で、もう一回ね、火曜日ですって言いたいんで、曜日を言うときは、It's から始めましょうと。で、火曜日、Tuesday ですね。It's Tuesdays。って言えば、火曜日ですという意味になります。で、もうここまででも結構お腹いっぱいな方多いと思うんですが、ちょっとおまけで、余裕があって、たら、あと頭の片隅にでも置いといてもらいたいことがあって、このね、what day って、まあ、what が何だよね。で、day が日なんだよ。だから、何、どこ、こっちに行こうか。漢字で書くと、何に日がつくから、何日ってなるんですよね。素直に書くと、何日って。
だから、よくこれを、今日は何日ですかって、何月何日ですかって意味と間違う子が出てきます。でも、What day is it today に関しては、何曜日を聞く言い方になるので、すごく気をつけてください。で、じゃあ、今日何月何日って聞くときどう言うのっていうのがあって、それ一応書いておきます。おまけでね。最初、What's、つまり What is の短縮形ね。What's the date today?このデートっていう、これデートって読むんですけど、これ日付って意味があります。日付だから、この What's the date today? って言うと、今日何月何日っていう質問の言い方になりますので、まあよかったら覚えておいてください。で、なんで紹介したかっていうと、ここのね、この教科書多分載ってないんですよ。まあこのね、使ってる教科書みんな違うかもしれないんですけど、この今日は何曜日ですかって勉強するとこにこれ出てこないんですよ。来ないんですけど、学校の先生が、まあ、この流れではね、勉強しやすいとこなので、プリントでこれをね、出して、テスト出てきた先生がいたんですよ。しかも二人、今までね、自分の経験上ね。だから、もしかしたらみんなの先生もそのタイプかもしれないんで、よかったら、こっちはね、今日は何月何日ですかっていう質問の言い方になりますので、セットで覚えてみてください。では、今回はね、曜日を覚えようという授業をやらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。